三菱重工相模原ダイナボアーズ対コベルコ神戸スティーラーズの一戦、ダイナボアーズのホストスタジアムです。相模原リオンスタジアムからお届けしています。徳田からバックマンへ、ノーファイブ、もう一度徳田がさばいた、さあアドバンテージ、アドバンテージをもらった神戸、ネクストアドバンテージ、シカリング、JB シカリングの先制トライです。徳田からボールが出てきました。つながったチャンソクファン、ナイスタックル、ヘンリーですか今、ヘンリーブラッキン、山中オフロード探したが、浜野がそのまま抜けていって、浜野潤太がリーグワンデビュー戦でのトライ。相手の状況を見ればこれは右に行くのがいいのかなというところはありますけどね。セット、右サイド画面の奥には2人ですが、スクラムでダイナボアーズボールになりました。今度はしっかりと決まりました。ここからフォワードで石出里からサインプレーを見せてきたが、このサインプレーですね。しかしダイナボアーズ守りました。もう上いっぱい倒れてる。もうノーを作って。どうだ？大丈夫だ。前の判定ない？ボールはアドバンテージ。ダイナボアーズチャンスか。ターンのハパイオネティどうだ、いやこれはこれは壁の問題よりポケットに手が入りました。久保レフリー、まだもう倒れてる、はい、あ、徳田にイエローカードという形になりました。決まりました。3点を追加してこれで8点差。モールで前進をしていってボールは後ろにあったところなんですが出ませんでした。彼は全くバインド変えていない、真ん中から来ています。ここで前半終了になりました。また岩村がさばいて、カーティスロナから外にボールがいって、ここに荒谷ソラローランド、カーティスロナ長身194センチ、ステイダウン、センキュー。岩村がすぐにさばいていって22メーターの中に入ってきました。ハランマーというところですがペナルティー、ディフェンス側に反則がありました。シルコック入りきり、オンサイド、後ろ、ペナルティー、バーテージ、グリーン、後ろを通してヘンリー、ブラッキン、渡したタム・ハパイ・フォネティ、後半最初の得点トライが相模原ダイナボアーズ。さばいて松岡、yes, out. 前を見た、オフロードでつないだ、もう一つオフロードだ、 22m ラインまで持ってきて、 no, no. さあ22の中に入ってきてスティーラーズ、また浜野だ、その後のシルコック、バックマンどうする、サウマキ外、移籍だ、タックル、ボールはつながっている、山下楽平、どうだ、山下楽平のトライ拾いました。ちょっとスローダウンした、自分の持ち味というのを出していたんじゃないかなと思います、チームをリードに導いた状態で中島に渡しました。さあその後もスティーラーズ、12番の顔に間接的ではあるけど当たってる。オッケー、で、まあ、やっぱり最初アップライトでスイングしながらやっぱり来ているで、っていうところを考えるとやっぱりそこはイエロー、危険度が少し高いというふうにやっぱ考えた方がいいね、そこはじゃあ。はい、そうだね。明らかにコンタクトしているね。タウンもハパイホネティにイエローカードです。もう前からでいいよね、そこの。今日もトライがあったばかりでした。
さあスティーラーズモール。バンテレッジ7オフサイド。ディフェンス側にオフサイドがあって、さらにチャンス、スティーラーズそのままモールで押し込んでいきました。連続トライスティーラーズ。じゃあ。途中出場の安江も元神戸ショートサイド、その安江に持ってきた、安江がトライだ、古巣からのトライ、トライを奪いました安江義満。見てみた、ホールド、グッドモール。ただスティーラーズのラインアウトモール、残り 15m ラインアウト解消。前進していくモール、残り 5m を切った、バックスも入ってきた、スティーラーズまたモールで取りました。前に出てきたカウリートゥイオティ、パスで繋いだ中島大輝、中島大輝が中央に飛び込んでのトライ、連続トライスティーラーズ。さあモール安江が持ってる、さあそのまま、またしても安江のトライになりました。古巣相手に2トライ。もうフォールド、まだまだまだ、もう一個ダイナボアーズこらえて、ユーズイットの声か、今日デビューの坂木、デビュー戦でのトライになりました坂木凛平。ちょっとスローダーション、柴田シルコック、そしてトゥームは外に放って、ウルイバイティ、ウルイバイティがこじ開けてトライになりました。地元のファンにプレゼントできるか。李承信が蹴出して、ここでフルタイムの笛が鳴りました。49-30、3連敗で迎えたこの試合、コベルコ神戸スティーラーズが連敗脱出、こう、まあ、チームを勝たせたっていうところですよね、そこが大きかったんじゃないですかね。まあ、ただフォワードの選手であったり、こう、はい、ひたむきにプレーしていた選手も選んであげてもよかったんじゃないかなっていうところもありますけどね。